はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の向川です。今回はキャッシュ利回りについて分かりやすく説明したいと思います。以前ですね、3つの利回りについて説明したところ、学生から全然分からないとご批判をいただきまして、その時は猿でも分かるようにと説明したつもりだったんですけども、みんな分かんないと。いや、みんなのことが猿って言ってるわけじゃなくてですね、僕の説明がうまくなかったということで、今回はですね、猿以上にウサギでも分かるように説明したいと思います。キャッシュ利回りは CCR とも言いますね。CCR。キャッシュオンキャッシュリターン。キャッシュオンキャッシュリターン。キャッシュの上にオン、キャッシュリターンが来るという意味です。CCR。キャッシュ利回りって呼んでますけども、簡単に言うとですね。で、ちょっと表面と実質の、復習してみたいと思います。分母が価格で、分子が家賃の場合、価格分の家賃、例えば1000万で100万だったら 10% と。これ分かりますよね。これ、銀行の預金金利と似たような感じで、1年間、1000万預けて、100万円戻ってくる。なので 10% と。これは表面です。なんで表面というかっていうと、実際は経費がかかるということですね。で、これは、じゃあ参照しなくていいんじゃないかというと、チラシ、不動産屋さんのチラシはこれで出てます。なので、これを元にみんな比較するわけですよね。だからこれが 20% もあれば結構な、物件なんですけども、なかなかないんですよね。で、実質利回りはですね、経費を引くと、家賃から1年間の運営経費を引くわけですね。電気代とかですね、掃除代とか、不動産屋さんに管理を委託した場合 5%、家賃から引かれるとか、そういった経費ですね。で、分母はですね、価格プラス経費、これ、買った時にですね、経費がいろいろかかるわけです。税金とかですね、あと登記する費用とかいろいろかかる。あとあれですね、仲介手数料とかかかるので、プラスすると。そうすると1000万が1100万になって、家賃の100万が70万になる。3割引かれると。ざっくりですね。これ物件によっていろいろですけどね。3割ぐらい引いとくといいかなと。中古の場合。そうすると、1100万分の70万で 6.3%。これだいぶ落ちますよね。だいぶ落ちる。これが表面実数ということで。これそんなに難しく、ないと思うんですけども、難しいですかね。で、なんでこんなことをやるかというと、どれぐらいリターンがあるかというのを比較するためにやるわけですよね。すごい建物でも、家賃は普通だと、価格が非常に高くて家賃が普通だと、この利回りは低くなるということですね。だからすごいいい建物だと思って気に入って買ってもですね、投資としてはあんまり良くないとか、そういうことが分かるわけですね、これで。で、次ですね、このキャッシュ利回り、これが問題で今日の、テーマですけども、キャッシュ利回りは手出し現金だから、こう自分の現金を出すと。例えば1100万現金で買うんだったら1100万出すと。で、手取り現金、70万戻ってきたら手取りの現金とですね。ですから現金で買う場合はほぼこれと一緒で 6.3% になります。キャッシュ利回りもですね。で、キャッシュ利回り、手取り現金っていった場合、これ税金引く場合もありますね。税金引いた手取り現キャッシュ利回りにすることもあります。僕のエクセル表では税金引く形になってます。ただ税率がそれぞれ人によって違うので、20%、30%、40% って自分で決めないとまずいですね。そういう問題もありますけども、現金分の現金ということですね。で、ここ100万になってます。なんで100万かっていうと、ローンを起こす。借金する。借り入れを起こすということですね。100万手出しで借り入れを起こします。で、そうすると、これこと同じように、実質70万の家賃が入ってくる。経費引いて。そこからローンの返済をすると。そうすると実際の手取りのキャッシュが分かるということですね。なので、例えばですね、借り入れ1000万、だから100万頭金にして、1100万買うんだからあと1000万と。で、1000万ローンを組むと、借り入れすると、借金。で、30年で 1%、これ非常に有利な条件ですね。これむちゃくちゃ有利なんです。銀行回ってみると分かるけど、こういう条件なかなか手に入らないですね。で、例えばやったとすると、そうすると、ローン電卓で計算すると、月当たり 3.2 万、返済ですね。こんなに低くなります。で、年あたり39万の返済になると。そうすると、これ39万引くことになります。これがローンの返済ですね。返済分を引くと。実質の家賃から、返済分を引くと。いうことですね。そうすると、31万になりますね。70-39で31万。それが手取りの現金としてポケットに入ると。で、自分のポケットから出したのは100万円ですと。100万円しかありません。1100万の物件買うのに100万しか出してないということです。これ分かりますよね。要するに、ここが小さくなるんですね。上も小さくなりますよ。ローンが引かれるから。でも、ここが小さくなるのがポイントですよね。これ、なるべく手出し少なくした方が、
有利っていうのは分かるでしょ。自分の現金、自分のポッケからあんまり出したくないと。でも向こうから入ってくる ポッケに入ってくるやつをちょっと増やしたいと、そういうせこい考えですよね。でこれを計算すると100万分の31万計算すると 31% とむちゃくちゃ利回りいいでしょ。これがキャッシュ利回りですね。キャッシュ利回りです。で今のを棒グラフにすると1100万円の物件の価格、これ物件の価格プラス経費が入ってますよね。実質の物件の価格で100万円が自分の現金と。で、さっきも言ったようにこう有利な条件なかなかなくて、2割出せとか3割出せとか銀行家さんから言われます。あと30年無理だと、この物件だと15年がせいぜいだとか言われますよね。そうすると毎月のローン返済が多くなるんです。当たり前ですよね。こう短くなってその分毎月いっぱい返していかないと、元本が返しきれないということで、年数とこの金利ですね。あとこの1000万も貸してくれるかどうか本当は分かんなくて、800万とか700、500万しか借りられないということもありますよね。でそれで計算するわけです。そうするとここがぐっと落ちて 15% になったり、下手するとこれに近づいたり、これより以下になっちゃったりする場合もあります。なのでここが非常に重要なんです。キャッシュ利回り、不動産投資の場合で、不動産投資の非常に有利な点は、株投資とか債券投資とかと違って非常に有利な点は これですね。要するにローンを銀行で組めるということです。例えば株を買いたいから1000万円貸してくださいと銀行に行くでしょ。そしたらもう無理ですよ。株券を担保として預けます、だから返せなくなったらこれ取ってもいいですよって言っても銀行絶対貸さないですね。まあ、絶対かどうか分かんないけど、まず貸さないです。なんでかっていうと非常にリスクが高いからですね。銀行は金利を安定的にもらって儲ける商売なので、リスクが高いと。で不動産の場合なぜ貸すかというと、不動産を担保に取る場合、株の担保と違って割と売ってお金にしやすいんですよね。でそんなに変動幅がないんです。建物と土地自体にそんな株ほどこう変動幅がない、ボラティリティって言いますけど、まあこれあんまり難しいこと言うと嫌われるんで、変動幅が少ないんですね。なので銀行は貸しやすい。でここが最大のメリットだと僕は思ってますね。でキャッシュ利回りを非常に高く設定できるというのが、不動産投資の最大のメリットかなと思います。まあその他いろいろなメリットありますよ。例えば手を加えられると、例えば株を買って、例えば株券にペンキ塗っても全然価値上がらないけども、建物を買ってペンキ塗って例えば売ると、そうするとあこれ綺麗だねって言って買ってくれる人もいるかもしれない、ちょっと高くしてね。まあ、そういう手を加えることができるって非常に大きなメリットですね。で僕自身もいろんな手を加えていろんな工夫をしています。まあ、手を加える方が実は非常に面白かったりするんですね。リフォームかけたり、するんで、まあ、僕建築畑なんでそっちの方が面白かったりするんですけども、まあ、最大のメリットはこのキャッシュ利回りを高くできるというのが最大のメリットです。で 31% だと3年半、まあ、4年かかんないですよね。 100% ですね、回収するの。でこの100万円を回収するのに3年ちょっとでいってしまうと。そしたら次の投資ができるわけですね。でどんどん増やしていけるわけで、これ非常にスピードが速いということですね。スピードが速いということです。キャッシュ利回りを高くしてスピードを速くする。要するに利回りを高くできるということです。表面利回り 10% のやつをキャッシュ利回り 30% にできると。で、実質で 6% しかないのに、キャッシュ利回りは 30% になるということで非常に高いですね。非常に高いと。これをキャッシュオンキャッシュリターン。分子がキャッシュリターン、キャッシュのリターン。リターンで戻ってくるという意味です。キャッシュを差し出して、で、キャッシュを戻してくる。キャッシュを差し出したキャッシュが分母に行って、分子がキャッシュのリターンです。なので、これをですね、最大にできるのが、不動産投資の、醍醐味ですね。で、これをやらないとちょっともったいない。で、現金だけで買う、安全を見て現金だけで買うという人もいますけども、まあ、僕はこれはやった方がいいなと思います。これが最大のメリットで、これやらないと不動産やってる意味が半分ぐらいなくなると。で、僕のやり方はですね、これを何棟かやっていて4棟ぐらい買った後にそのキャッシュフローで小さい戸建ての現金を買うようなやり方をしてました。でまたそれが増えてきたら今度またレバレッジかけてやる、あごめんなさい、レバレッジまだ説明してないんで、レバレッジについては、次回説明します。なので、キャッシュ利回りというのはこういうことです。キャッシュオンキャッシュリターンです。手出しのキャッシュに対して戻ってくるキャッシュの利回りです。これをうまくローンを組むと上げることができる。どうやってうまいローンかって言うと、まずなるだけ借りるということです。なるだけ自己資金を少なくするということですね。これが重要です。なんでこれがいいかというと、自分の現金を手元にも
残しておいた方がある意味安全なんですよね。ある意味安全です。であとこれはなるべくローン年数をなるべく長く設定してもらうところを探すということで、頑張って探す。この銀行でダメならこの銀行、この銀行でダメならこの銀行、もう10個20個もある人もいますんでね。で特にこれですね、ローン年数でかなり、支払いが決まりますんで、これをなるべく伸ばした方がいい。あと金利ですね、当たり前ですけど金利はなるべく低い方がいいですよね。実質利回りと金利の差が、スプレッドって言って、またちょっと難しい単語が出てきちゃったな。スプレッドとか、まあいいや、スプレッドって言って差ですね、差です。金利の差、この金利の差分、儲けが出るわけですね。で、金利が非常に低いと、儲けが大きいと。でこれが大きくて金利が小さいと、要するにスプレッドが大きいと、儲けが大きいということになるんで、この金利はなるべく低くしたい。でもこれ30年借りると 4% になってしまうという場合、どっちがいいのかっていうと、まあ長い方がいいかなと僕は思ってます。まあ、それは計算ですぐ出てきます、ね、このローン計算はローン電卓で、まあ、自分で計算する必要なくて電卓あるいはエクセルで計算してくれるんで、これをやってみてどっちが有利かを決めればいいと。でまあ基本普通はこの年数長い方が有利です。ただしあんまり、これが低いのに思いっきりローン組んじゃうと、毎月の支払いがすごい、支払いの後の残りがですね非常に薄くて非常に危険な状態になるんで、まあそれはこれぐらいなら持つなっていうやつを自分で計算して、これを組む必要がある。ちょっと難しいですよね、ローン組んでやる方がちょっと難しいけども、圧倒的に有利でしょ、これとこれ比べると。なので、キャッシュ利回りはこれで決まるということですね。もちろんこれ元の価値、これで決まると、これとこれで決まるということです。だからこっち側はですね、こっち側物件の収益、建物自体の収益力を見てるわけです。表面利回り、実質利回りや建物自体の収益力、どれぐらいこの建物は収益を生んでくれるかという収益力ですね。まあ、例えば駐車場にするよりもこうアパートが建ってる方が収益力、利回りが高いと、そういうのはこれでわかるわけですね。でそれをさらに自分が買う場合、ローン組んで買う場合ですね、これがものを言うわけですね。これローン、このローンの条件とこの実質利回りで、これとこれでこれが決まると。要するにこのローンの条件でこの毎月毎年の返済が決まるから、そうすると実質の家賃からどれぐらいローンを引かれるかが決まって、手残りのキャッシュが決まってくると。で最終的にこの利回りが決まるということですね。なのでこの利回りなるべく高い方がいいに決まってるわけですから、こういう方法を取るということです。でこれがもし自分のお金手出しがゼロだとしたら、これ無限大になるんですね。だそれがまあ一つの理想形ですね。ただしこう毎月の支払いが多くなってリスクが高くなりますね。まあこのローン返済よりもこう家賃が少なくなってしまう場合もあるんで、そこは計算してローンの設定する必要があると。それはもうエクセルを見ながらですね、一生懸命考えるしかないですね。でもまあ30年と伸ばしちゃえばあんまりそうリスクはないと。ただし毎月のキャッシュ、残ったキャッシュを全部まあ遊びとかなんかで使っちゃったらちょっとやばいんで、まあストックしておいて何かの際に出せるようにしておくというのがいいかなと思います。一番不動産投資で一番破産する最大の要因はですね、現金がないということですね。ショートする、資金ショートってやつですね。まあ会社経営でもそうですね、黒字でも現金がないとアウトです。で税金は必ずやってきますからね、どんな赤字だろうが黒字だろうが税金必ず取るぞ。で破産しても取りに来るという感じで、とんでもなく一番厳しいです。サラ金よりきついですよ、税金の方がね。なのでキャッシュはしっかり温存しておいて、もったいないと思っても、ある程度のキャッシュを温存しておいて、ローン返済のちょっと滞ったところに備えておくというのがポイントかなと思います。まあ今日はですね、キャッシュ利回りですね、キャッシュ利回りについてお話ししました。 CCR、 キャッシュオンキャッシュリターンですね。キャッシュの分母に手取りのリターンのキャッシュを分子に乗せるという話をしました。それで分かりましたでしょうかね。はい、分かったという人はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさようなら。